種の行法首は体と頭をつなぐ重要な部位で気管食道神経脊髄の頸髄背骨脊椎の形脂血管筋肉などが複雑に走行しています人間の頭部はかなりの重量があるので作業でやや下を向いた格好でいることが多い現代人は首から肩にかけての筋肉にかなりの負担を強いられています このため肩や首のこりを訴える人は多いのです東洋医学では首から肩にかけての基地の乱れは脳出血や脳梗塞などの脳血管障害狭心症や心筋梗塞の原因とされています一首の後ろに左手のひらを当て首の左横側から首の前方の喉の前まで軽く手のひらでなでますついで、 首の後ろに右手のひらを当て、首の右横側から首の前方の喉の前まで軽く撫でます。両手で同時に行ってもいいでしょう。おのおの20回くらい行います。この運動を首甲と言います。その後、軽く両手を握って首の後ろから横にかけて、さらに肩の周囲を軽くポンポンと叩き、いわゆる肩はたきを行います。 叩叩くくくきは、あままで軽く叩きます。強すぎると筋肉を痛めます。2親指と他の4本の指の股のところで V 字形を作り顎の下に当てそのまま喉に沿って下に撫でるように下ろし首の付け根まで撫で下ろします。20回くらい行います。3首をいろいろな方向に動かします。呼吸に合わせ。 できるだけゆっくり行うと効果があります。息をゆっくり吐きながら首を左横に向け、目はできるだけ左後方を向くようにし、息をゆっくり吸いながら顔を正面に向けます。次に、息をゆっくり吐きながら首を右横に向け、目はできるだけ右後方を向くようにし、息をゆっくり吸いながら顔を正面に向けます。 左右5回ずつ行います。息を吸いながら顔を上に向け首を後方に曲げます息を吐きながら徐々に顔を下に向けながら息を吐ききった頃に顎が胸につくようになるまで首を前方に曲げます前後5回ずつ行います息を吐きながら首を左に傾け左耳が左肩に近づくようにします次に 息を吸いながら徐々に元に戻します。今度は息を吐きながら首を右に傾け右耳が右肩に近づくようにします。息を吸いながら徐々に元にします。この時肩の力を抜き肩が上がらないように注意します。左右5回ずつ行います。首の力を抜いて首を前に垂らして息を吐き息を吸いながら。 首を左前方から左後方へ回し首が一番後ろへ来た時に吸い切るようにします。ここで少し息を止め、今度は息を吐きながら右後方から右前方へ首を回し前に来た時に息を吐き切るようにします。逆方向にも回し、左右5回ずつ回します。4首を後方に傾けると、 頭蓋骨の後ろの下端の部分にくぼみができます。ここをボンのくぼと呼びます。この両側に、風池単径と前柱、膀胱経という重要なツボがあります。手を後ろに回して、自分で気持ちの良い程度2 0から20回、止圧します。軽く叩いてもいいでしょう。頸部から肩にかけてのこりや、 高血血圧や脳血管障害の予防に効果があります J 型の業法肩こりは非常に多い訴えですが東洋医学的に言えば首から肩さらに胸にかけての筋肉が基地の流れの障害により硬く縮こまっている状態です西洋医学的に言えば筋肉の疲労による循環障害と考えられます 肩こりを治すには筋肉をマッサージして引き伸ばす運動が有効です精神的に緊張すると肩に力が入っている状態になりますから肩の力を抜くことにより逆に精神的にもリラックスすることができます東洋医学的には肩から胸の基地の乱れは狭心症や心筋梗塞などの巨致性心疾患や乳がんなどの原因とされています 最近乳がんが増加している原因の一つとして女性の社会進出でデスクワークをする女性が多くなってきたことが考えられますデスクワークは前かがみの同じ姿勢を長時間続けることが多く首肩腕などの上半身の筋肉の角の緊張と運動不足を引き起こしますこのことが肩から前胸部の基地の乱れの原因となり さらに循環障害を招くことが肩こりの大きな原因となります一右手で左の肩の真ん中を左手で右の肩の真ん中を拳を握ってポンポンと軽く叩きますまた腕を下に垂らし手のひらを前に向けた状態で肘を曲げ指先で前方から右手は右肩左手は左肩を 同時に軽く叩きます。左右それぞれ30回くらいが適当です肩の真ん中には硬いという単形のツボがありここは肩こりに有効な治療点です二両手の指を体の前で組んでゆっくり息を吸いながら手のひらを上へ向けながら髪型に居上し首を曲げて顔を上に向け手の甲をお目で見るようにします この時点で息を吸い切ります。ここで、しばらく息を止め、息をゆっくり吐きながら、両手を体側に沿って下へ下ろします。この時、熱い気の流れが手を上げるに従って、下腹部から頭へ上昇し、手を下げる時に、頭部から下腹部の丹田へ、さらに足先へ下降するようにイメージします。これを5回くらい行います。 3上半身をまっすぐにして肩の力を抜き両腕をまっすぐ下に垂らした状態で息を吸いながら両肩を髪型へ挙上し息を吐くと同時に両肩の力を抜いてストンと下に落とします10回くらい行いますこの運動を肩落としと言います4右の肩を前から後ろへ10回くらい回転させるようにぐるぐる回します ついで、右の肩を後から前に10回くらい回転させます。左肩も同様に行います。両肩を同時に前から後ろに10回くらい回転させ、次に後ろから前へ10回くらい回転させます。ご両足を前に伸ばして座り、右手を親指を上に向けた手にして前に伸ばし、右手の親指側を、 外側、自分から右手を見て、時計回りに約180度回転し、通常は180度も破回転させるのは難しいので、可能な範囲で回します。右手の小指側が上に、親指側が下に来るようにします。左手で、下から、右手の親指側を、左の人差し指から、小指の4本と、親指の付け根の間で握り、右手全体を、 痛くない程度に内側時計回りに回転させながら右手全体を前に引っ張ります右手を引っ張るとき息を吐きながら少し前屈しつつ行うと効果が倍増します次に左手を親指を上に向けた手にして前に伸ばし左手の親指側を外側自分から左手を見て半時計回りに約180度回転し通常は 180度も破回転させるのは難しいので、可能な範囲で回します。左手の小指側が上に、親指側が下に来るようにします。右手で下から左手の親指側を、右の人差し指から小指の4本と親指の付け根の間で握り、左手全体を痛くない程度に内側半時計回りに回転させながら、 左手全体を前に引っ張ります。左手を引っ張るとき息を吐きながら少し前屈しつつ行うと効果が倍増します左右の手をかえて5回ずつ行います6両足を前に伸ばして座り右手を親指を上に向けた手にして前に伸ばします右手の親指側を内側自分から右手を見て 半時計回回りに約180度回転し、右手の小指側が上に親指が下に来るようにしてから左手の親指と人差し指の間で上から右手を小指側から握り左手の力で右手全体を痛くない程度に内側半時計回りに回転させながら右手全体を前に引っ張ります右手を引っ張るとき息を吐きながら 少し前屈しつつ行うと効果が倍増します次に左手を親指を上に向けた手にして前に伸ばします左手の親指側を内側自分から右手を見て時計回りに約180度回転し左手の小指側が上に親指が下に来るようにしてから右手の親指と人差し指の間で上から左手を小指側から握り 右手の力で左手全体を痛くない程度に内側時計回りに回転させながら左手全体を前に引っ張ります左手を引っ張るとき息を吐きながら少し前屈しつつ行うと効果が倍増します左右の手を変えて5回ずつ行います軽腕の行法腕は手と体を結ぶ重要な部分で腹面手の平側を 背景と心境と心包みが背面手背側を大腸径と小腸径と三個形景が走行しておりここの基地の乱れは多くの臓器に響きを与えます一指先から肩までの腕を細かく回して振動させます一分間くらい振動させて止めます手が温かくなってビリビリするような感じで車で行います二右手で 左の肩甲骨のところから腕の背に当たるところを手の甲の付近まで柔らかく摩擦するか揉んでゆきます右側も同様に行います5回くらい行います3右手で左上腕の筋肉の部分から前腕部の手のひらの付近まで前腕の内側に当たる部分を柔らかく摩擦するか揉んでゆきます右側も同様に行います L 胸の行法。胸は肺や心臓や食道などの重要な臓器を収容しておりここののマッサージは肺や心臓の治療を良くします。胸部には前方は陣形と人脈乳房を上下に入れ側胸部を非形と単形と心包み形が走行していますので前胸部のマッサージはこれらの経落につながる臓器の血液循環も改善します。 一肩ののところから斜め下の方向、左手で右肩から左上腹右手で左肩から右上腹に向けて手のひらですーッと流れるように軽く柔らかく摩擦します左右とも10回くらい行います。よく胸に溝を力脇腹にかけて水平に軽く柔らかく摩擦します。手をかいて、 左右とも10回くらい行います。三女性の場合は乳房を手のひらで包み静かにマッサージします。左右とも10回くらい行います。乳房を中心にして胸から肩にかけての循環障害すなわち血の乱れが乳がんの大きな原因となります。